皆さんどうもお疲れさんです。半兵衛です。パパです。はい、雑談動画ですね。はい、まあ、ほぼほぼ無編集ということで、うん、まあ、ラジオ感覚でお楽しみくださいという動画ですね。そうですね。はい、じゃあ皆さんどうぞお楽しみください。どうぞ。さあ、そばさん。はい、我々ですね、うん、先日配信にて、うん、地球防衛軍5を、まあ、ハードモード、うん、まあ、1周目ですけど、なんとか全ミッションをクリアすることができたということで。そうね、そうなのよ。ゲームの感想でも言っていこうかなっていう、ああ一応ね、ところですね。クリア扱いとしてね。はいはいはい。うん。俺はね、うん、地球防衛軍はなんか最初よく分かんなくて、うん、ただあの巨大なアリみたいなその虫系、うんうん、と戦うだけなのかなとか思ってたんだけど、うん、劇的に、あ、このゲームめっちゃ面白い、好きってなったのが怪獣さんの登場なんですよね。ああ、だろうね。いつもかっこいい、かっこいいって言ってたもんね。いやー、もうやっぱ怪獣は正義よね。うん、地球防衛軍で。私は。え？嫌いだった？怪獣が嫌いとかじゃなくて、あいつが出てくるとどのミッションも長引くから。あ、そうですね。集中力の方が先に切れちゃって。俺はもう逆になんかもう長くあいつと一緒に入れるみたいな逆な感想ですけど。いやだった。そんなところかな。本当に、うん、巨大生物には興奮したね。なるほど。まあ、アリも巨大なんだけど。そうね、まあ大体みんなでかいんだけどね。うん、やっぱりあの圧倒的なサイズ感はね、よかったね。なるほど。で、あと多分ね、我々2人じゃクリアできてなかったっていうのが一番大きいね。うん、まあちょっとだけそばの感想聞いてくれないんだって少し今思ったけど。いや、そんなことないですよ。全然そんなことないですよ。話を進めちゃったとか。違う違う、わかるでしょ、俺こういう進行苦手なの知ってるでしょ。あ、もうそばのキャラが長く、そうなると私はねってズキズキいく嫌なやつになっちゃうんだよな。いや、でも逆にそういうやつじゃないとね、俺と一緒だと置いてかれちゃうよ。ちょっと待ってちょっと待ってっつって。あ、いやいやいや。諦めんな。諦めんなって。そばさん的にはどうでした、地球防衛軍一周やってみて。そばはね、一番びっくりしたのは、はい、自分がハマったこと。ああ、そうね、最初一緒にやろうって言った時あんまり乗り気じゃなかったんですよ、この子。そう、本当はね5やる予定じゃなかったのよ。うん、6新しく出るんだよねぐらいの話してて、今年の、ね、夏に地球防衛軍の6の新しいのが出るらしいから、それはやりたいんだよねってベイちゃんが言ってて、ええね、私がなんそれっつって虫と戦うやつみたいな言われて、なんか虫無理だったらきついかもしれないけど、いや、多分見る分には何も問題ないけど、虫と戦って何が楽しいのぐらい見たのよ。最初はね。そう。うん。でも多分ね、いろんなご縁が重なったのよ、地球防衛軍は本当に。ああ、本当にそう。ちょっとね、ベイちゃんのさっきの話にも通ずるところがあるけど、本当に半そばとしてはすごい大きいね、作品の一つになった。そうね、まず、まあ、地球防衛軍6出たらやろうよってベイちゃんの一言があり、ええ、まあ、ふーんぐらいで、まあ、やるならやるで別にいいけどつって、
まあそれは付き合うから別にいいよぐらいだったの。やるんならやるで。そうですね。まあどっちでも良きみたいな感じでいたところに、まあ割と仲の良いね配信者さんがね、地球防衛軍6をたまたまやってたわけですわ。もう5ですね。5をね。はい。うん。でそれをまあね、賑やかしに行ってたわけですわ、そばが。なるほど。チャットで。だからなんかあの、この配信者さんが、ノラとかでやって、なんかね、なんかあったかかったんだよ、ノラの人も。ああ、見てて。うん。もう日々ね、日々ではないけど、やっぱエイペックスのノラに心を痛めてた私は、やっぱノラでやるの怖いってなってたの。なんとのゲームでも。ああ、なるほど。もう身内で固めてみたいな。そうそうそう。なんかみんな、なんかみんなあったかいな、ここみたいな。で、なんかね、そう、やったことない人もいるかもしれないけど、掛け声があってですね、あれ。あのゲーム。ありますね。EDF っていうね。はい。なんだっけ、あれ。アースディフェンス。なんちゃら、まあ、要は地球防衛軍って意味なんだけど、うんうんうん、あれをそのね配信者さんがやった時にみんなで EDF って言い合ってたのよ。はい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 。なんだこのなんか一丸となってるかみたいな。で単純にそこで興味が少し出たのと、はい、なんか、その人曰くね。ええ。まあ、6は5と繋がってるところがあるから、まあ、まだ発売まで時間もあるし、興味があるんなら、5やってみてもいいんじゃないのみたいな言ってくれたのよ。ああ、はい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 。と思って、なんかもう楽しそうだけど。まだね、ちょっと抵抗あったんですね、その時点で。そう、あと、そう、自分にできるかなっていうのとね。こういうアクションゲームもそもそも苦手だしって。まあでも、ペイちゃんにも、なんか5と6ちょっとつながってるらしいで、みたいなこと言って。じゃあなんかまあ、6でね、ぐだるよりかは、ちょっと動きに慣れた状態で、と、6が出た時に新たな高みにね、行けるように5やっといてみるか、みたいな。まあ誰も見に来んかもしれんけど、ぐらいの勢いだったのよ。人気コンテンツかもわからんしって。そうですね、最初はそんな感じで始めましたよね。ちょっと下水話がね。いやまあやったらまあ面白いわけよ、まあ、難しいところもちゃんとあってね、全部サクサクっと大味に遊べるわけではなかったけど、うん、あのね FPS では得られないあの脳汁の溶ける感じ。はい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 。敵に確実に当たっている、即死はさせらんないけど、やっぱ召された時の演出がジュバーってあのね、そうですね、もうなんかもうバカになっちゃうこれとか思いながら楽しい楽しいやってたのよ。はいはいはい。そしたらですね、まあね、なんか意外とね主張がついたんだよね。まあ我々のチャンネルの中ではですけどね。そうそうそう。で、あの半そばの配信では珍しく、やってると入ってもいいですかの一言がすごい多かったの。多かったですね。ああ、これは参加型ですかみたいな。いや参加型ではないけど枠空いてるから全然一緒にやってくれるんならありがてえぐらいの勢いで、うん、招き入れてたら結構ね、なんか本当愛着を持って見てくれる人が多くて。そうね。だからなんかすごい半そばにとっての地球防衛軍はなんかいろんなものをもたらしてくれた。なんか本当なんか大事な作品になりましたよね。そうなんかね、いや別にね嬉しいんだよ、嬉しいんだけど、こういうことやっていいのかな。なんかやっぱ配信とかしてもさ、なんか仲のいい活動者さんとかさ、
同じく頑張ってる配信者さんとか見に来てくれても、そういう人がやっぱ多かったわけね。純粋な視聴者さんってどんだけいるんだろうっていうところもちょっとあったりして。ああ、なるほどね。そう、でもそういう人がなんか増えた気はした。そうですね、わかんないけどね、わかんないけど、目に見えてなんか活動者さんじゃない人が絡みに来てくれてみたいな、うんうんうん、それはすごい本当に大きな一歩だと思って。であとまあね、同じくやってる配信者さんとも仲良くなれたり、ウボエ君を、そうだね、なのよ。まあ、かなり本当にね、俺たちには大きなものを得られたものの方がでかいっていうか、なんか本当得られたものが大きかったな。いろいろもたらしてくれたよね。うん。半そばの配信をなんか毎日ね。そう、あの何が嬉しかったって、そう、何が嬉しいって、地球防衛軍以外の動画も見に来てくれてるのよ、なんか割と。そうですね、実際投稿は見てんのかわかんないけど投稿はそれ言っちゃうとちょっとね、あ、悲しくなっちゃうけど、僕のね心がちょっとあれになっちゃうんで。あ、でもなんか配信やってると、どの配信でもなんかちょろっと見に来てくれたり、なんかあわよくばチャットを残してくれてたり。そうなんですよ。いや、なんかすごい、うん、嬉しかった。多分地球防衛軍をやってなかったら、多分そのね、よく遊びに来てくれる人たちには出会えてなかったのかもと思って。そう、それを考えるとやっぱりね、やって本当に良かったって思うし。そうで、仮にね、6が出たら出たで、まあもちろんやってたんだろうけど、うん、その時には多分いろんな人がね、もう周り、まあ、どんだね、一応あれも人気作だから。ああ、みんなやるでしょうね。そう、そうなった時に、わざわざうちのチャンネルに来てくれてたかなってなるのよ。ええええええ。もうね、抱え込めたんですよね、このタイミングで。まあちょっとね、変な話、まあやってる人はもちろんいるよ、地球ボーイ軍ね、配信とかでもいますいます、たくさんいますよ。まあ、いるけど多分6出たら気じゃないと思うのよ、今の。ああ、まあそうだろうな。だったらこんなになんかうちのチャンネルに居ついてくれたかなとか思うし、そう、もうねえ、もう多分大げさには言ってるよ、大げさには言ってるけど、なんか最近はそのねえ、半そばの配信見たり一緒に遊んだりするのが生きがいよみたいなことを言ってくれたりした日には、もうそば大泣きしてさ、大泣き、まあ大泣きは持った。うん、それはちょっと持ってますね大泣きは持ったけど、他のね配信をやってる時になんかそんなことを言われましてね。泣いたよね泣けるよね。うん、でも、もう一つだけ本当に間違いなく言うのは、地球防衛軍やってなかったら、多分違う、あのタイミングでやってなかったら出会えてなかったかもしれないとは思う。そうなのよ、それ考えるとものすごい怖いよね。そうそうそう、まあ怖いっていうかね、うん、ね、なんか、わかんないよ、6ね、出たタイミングでやっても出会えてたかもしれないし、まあそれはちょっとわかんないけど、ね、うん、別の何かの出会いがあったのかもしれないけれども、とにかく本当に地球防衛軍から半そば見始めてくれた皆さんは本当に、うん、会えてよかったなっていう、みんなに。ね、なんかまあ今後も
なら本当にね、別のゲームでも来てくれたのが本当に嬉しかったね。そう、このあーボーイ君以外は興味ないから見ないぜとかじゃなくて、しっかりね、俺たちの配信なり動画なりを、うん、まあ見てくださってるっていうのが嬉しいね。嬉しい。他は、まあそれはめっちゃね、市場だから半そばのね。そうですね。良かったっていうか、感想ではないけど。感想ではないけどね。まあ半そばの市場を、まあ、挟むならもういろんなものをもたらしてくれた本当に。まあそうですね。そう。ゲームとしてはまあ楽しいよね。そうそう、楽しい、ほんと楽しかった。いや、なんか最初2人で始めて、ノーマルで始めてさ、うん、で途中からそういう風に視聴者さんが入ってくれるようになってさ、うん、なんか強い人が多くてさ、施しをくれる人が。そうなんですよね。そうで、なんかノリでさ、このなんか強い人が混ざってんならハードモード いけちゃうんじゃないみたいなノリでさ、ハードいったらさ、そっからもうなんかずっとハードで押し進めてたじゃん。なんなら最初からやって、そうそうそう、最初のうちのミッションから全部ハードにしてやったりしてさ、うん、あ、いや、まさかハードモードで、なんかそう、ミッションをとりあえずやるのがうちらの目標だったんだよね。そうそうそう、とりあえずミッション一回、ね、本当はそう、地球防衛軍が6が出るまでに5のミッションをとりあえず終わらせる、役職がどうとか関係なくね。そうそう、内容をちょっと把握したいというか。そうと、あと動きのね、なんとなくの、まあ、そしたらね、ベイちゃんはフェンサーというやつで、ソバはレンジャーというキャラで終えられたんすいね。いやー、嬉しかった。ほんとハードでね、最後までいけるとは。多分私ゲームにおいてハードモードでクリアするってもうほぼないと思うからさ。あー、なるほどね。感動しちゃった。感動するよね。なんかこういうシーン面白かったなとかあった？ああ、とりあえずそうね、俺のそういう感想だったらあれかな、なんかあの地球防衛軍の世界の人々はね、あのカエルのエイリアンが出てくるんですけど、うん、あのなんだろう、人間にそっくりだとか言ってましたけど、うん、言ってたよね。俺は人を撃ったことがないんだ。あれ人に見えるんだなと思って。すごいよね、虫と戦いながらひき肉にしてやるっつって、あれが肉に見えるんだ。とかね、まあカエルがエイリアンだと思ったら実はカエルもね、なんか奴隷みたいな感じだったんだよね。そうだね、実はなんかカエルが初めて出た時、なんだこの強いやつみたいな。そう、わきゃわきゃ、こいつらが攻めてきたんだってなってたんだけど、蓋を開けたら本物のエイリアンが出てきて、あとあと、そうだね、ああそうね、いろいろだからね、あのキャラクターたちの会話も面白くてね、あのゲーム。あ、そうだね、モブのね、そう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 、モブっていうか他の、NPC の防衛軍の方たちね、うん。まあ、特に軍曹はね、もう最初からずっと一緒だったんでね。うち、ちょっとまたね、軍曹がよくわかんない。あー、まあそばさんちょっと流し聞きなところあるからな。いや、あの配信、あのね、もうこれ、もうわかんない、私割ともう見るとこ結構いっぱいあったのよ。そうですね。
コメント欄とかさ、コメント欄見たり、そうね、まあそれだけ、まあ、それだけ変わってたかもしれない。俺は本当にとにかく軍曹が好きになりましたね。最初は完全になんかもう民間人とね、地球防衛軍隊員みたいな感じだったけど、うん、最終的には本当になんか肩を並べて戦うみたいな。熱かったな。でラスボスがね、一個前のミッションで登場して、うん、あれもちょっとびっくりしたな。ラスボスツルツルだったもんね。うん、なんかね、ペプシマンやらウルトラマンやら言われてるんだよって教えてもらったけど言ってたね。なんかやりながら、いやペプシマンって今の世代通じない子ばっかでしょみたいな話をしながらさ、皆さん知ってます？ペプシマンって。わかりますよ僕は。うん、だってそばがまだそれでもちっちゃい頃のものだよ、あれ CM で流れてたの。え、嘘。一番最初って結構ちっちゃかったと思うんだけど。え、俺小学生だったかな。あ、だからそんくらいよ。ああ、そうね、まあ小学生だったかな。うん、でも割とちっ、うん、どうだろうな。まあでも間違いなく平成生まれの子は知らない。あ、平成は知ってるのか。平成は知ってるんじゃないかな多分。平成の、でもどうなんだろう、どんくらいまでが知ってんだろう。コメント欄に書いて知ってるよって。ああ、確かにみんな僕何年生まれだけどペプシマン知ってるとかね。うん、今何歳だけど知ってるよって教えてほしい。まあ、ナチュラルにリアタイで CM 見てたよとかもそうだし、こういうこときっかけで知ったよとか。それはちょっとね、皆さんの世代が我々もわからないので。ねえ、まあでもね、まあこういうのもなんだけど、そう、ファンソバのねチャンネルを見てくれる人たちは割とね年齢お高めなんだよね。我々と同じぐらいの世代の方がね。同世代ぐらい。まあ、めちゃめちゃ嬉しいんだけどね。多いかな。めちゃめちゃ嬉しいんだよ、それ。はい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 。え、嬉しくない？だって。いや、それはもうもちろん嬉しいですよ。ねえ、同世代の人こんなに見てくれてんの？みたいな。ほんとよ。一体どういう条件で見つけたのって、俺たちを。まあ、その辺はね、まあ、また、まあ、別でいいんだけどさ、うん、そう、まあ、とりあえずね、そう、ラスボスはぬるんとした人が出てきてね。そうそう、本当にペプシマンだったもんな。そうだね、なんだろうね、なんかどの漫画やアニメでもそうだけど、ええ、ラスボスってトゥルンってしがちだよね。言ってたね、それね。うん、それも言ってたんだけど、うん、なんかトゥルン、なんかちっちゃくなるか球体になるかトゥルンとするかのどれかなんだよな。ああ、まあ確かにそうか。最近のものってなんかバカでかくはなんないイメージある。でかかったけどあいつも。あいつもでかかったけどね。バカでかいけどやっぱトゥルンってしてたじゃん。そうそうそう。スマートだったね。そうだよね。まあ最終形態になったらちょっとまた変わったけどね。うん、神々しくなってね。うん、で、あのね、音楽もね、あのラスボス倒した後ミッションコンプリートの音楽、うん、あれもちょっと俺感動したんだよね。うん、あのいつもタイトル画面で聴いてる BGM が流れたのよ。うん、あれもちょっと粋な演出だなって思った。
え、そんなに感動しなかったあそこ。分かんなかった。あ、マジ。いや、分かんない。そば割と BGM 下げてんだよね。配信の時はなんか割と乗っかってるっぽいけど、ちゃんと。自分で聞いてるのって結構ちっちゃめなんだよね。あー、なるほどね。そうそうそう、ちょっと感動が薄かったんだな、じゃあ俺より。あー、そうだね。あそこは本当感動しましたね。いい仕事するねって思った。あの、する。そういうことにしときましょう。なんかね、そう気づくとね、頭にね、地球防衛軍の歌流れてるのよ、そばよく。あ、でしょ。うん、多分わかんない、配信中結構ね口ずさんでるなって見返して思ってる自分で。マジで。うん。え、どういう音楽。トゥン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 って。ああ、あれね。あの出撃前のあのルームの音楽ね。はい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 。あれを結構ね口ずさんでる。時計。うわあ。豚を殴ったな。そう考えたらやっぱり耳には残ってるんだな。うん、そういう BGM も。うん、でもとにかくあの地球防衛軍っていうゲームはね、あのあんまりゲームが得意じゃない人でも本当に純粋に楽しめると思う。あ、ほんとそれ、そばがほんとそれ。あのね、 Apex とか FPS のゲームをちょっと今更やるのはちょっと気が引けるっていう人結構多いじゃん。うん、でもね、あのゲームはね、マジでどっからでも入り込めると。いや、もうだし、なんならイージーモードとかもあるし。そう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 。そうなんだよね。で、何よりやっぱね、わかんない、こういうこと言うとちょっとあのわかんないけど、あのよくないかもしれないけど、うん、地球防衛軍ね、やってる層が民度が高い。あー、バカ高い、ね、思った。それはやってる人たちの民度が高いなっていう。いや、それはそう。だから全然もうなんか本当、全然今からでもやりたい人はやっていいと思うし、やるべきだと思う。確かにな。うん、それはね、俺がまあ俺たちがやって感じたことだよね。そうだね、まあさ、人間だからさ、うん、多少のね、やっぱ合う合わないはあれど、うん、みんななんか、まあ各々のベクトルとか正義が違うだけで、基本優しいのよ。そう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 、それはすごいね、思う。あったけえ世界だなって思ったもんな。思うよね。うん、そうなんだだよね、あれは。だから本当に、まあ、俺たちの配信見てとかおこがましいけどさ、うん、ちょっとでもやってみたいなって思った方はね、ちょっと勇気を出してやってみてほしい。多分ね、そう、なんかクリアしたとは今ね、役職を変えてね、2人ともまたやってるから。ああ、そうね。あの、なんだろう、多分6が本当に出るまでっていうの、うん、全然多分やってるのよ、うちら。やってます。で、なんか、その、地球防衛軍やってた時も、あれだったんだよね。なんていうの？ 6 が出るまで、ええ。とりあえずやってようぐらいだったの。そうね。うん、なんか6が出たらどのタイミングであれもう6に切り替えるよーみたいな、うんうんうん、こと言ってて。そう、だからまさかね、本当にあのストーリー性的にクリアすると思ってなくて。え？ミッションを。ああ、そういうことね。全部、うん、やりきる前に6出るんだろうなぐらいの感じだったんだ。
始めた時はね、うん、まあ何も知らないでやるよりいっかぐらいで。そうだね。いやだからそこは本当に視聴者さんに恵まれたところ。恵まれてるんです我々ね。え、そう、多分あのなんかみんなの助けがなかったら多分そんなにできなかったね。できなかったね。え、カエルで心折れかけてたからな。そうね。本当。シックスもそうだけどね。ファイブも全然まだ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 人気あるよね。やっぱり。うん。多分あとやっぱネームバリュー的にやっぱ子さんの方がね結構いらっしゃってですね。ええええええ。優しいんですよ。そうなのよね。お風呂っぽいでしょ。あ、これお風呂作ってたの。あ、お風呂っぽいわ。しょうもな。あったけー。あら、あ、壊しちゃった。ベイちゃんのぶん殴れなかったから。あ、俺を殴ろうとしたのか今。あん。これね、友達同士ぶん殴れないようになってるからね。あ、そうなんだ。そう。あったかいですね。あね、多分今後も本当にやっていくから興味を持ってね、やって配信やってたら混ぜてとかでも嬉しいし。ああ、もうそれはね、もう全然そうですよ。ね、わざわざ買わなくてもなんか持ってたけどそういえばやってたなぐらいの人でも全然嬉しいし。うん、これは決してこじきしてるわけじゃないからね。うん、遊びたいって思ってるだけだから、ナチュラルに。そうね、みんなと。それはそうなんだよね。なんかそう、なんか久々、なんかそばはゲームにドハマりって少ないのよ割と。はいはいはい。しかもアクションゲームで。ああ、そうかもね。うん。でも本当にハマったって言えるよね、これは。ああ、そうだと思う。そうだと思う。うん、ハマってなかったらこんなにやらないし、多分。やりたいなって思うのはもうそうだと思うんだよね。うん、ハマってると思いますよ、これは。はたから見ても。ねえ。ええ、私もそう思います。ですよね。うん、いやでも本当、でも地球防衛軍やったことない人は本当にやった方がいいと、まあやってほしい。うん、そしてまああわよくばハンスバと遊んでくれると嬉しい。そうですね、遊べって言ってるわけじゃないけどね。あ、遊んでくれたら嬉しい。一緒に遊びたいなっていう。あ、もうね、あとはうちら8までどんだけ他の役職にも慣れられるかっていうのと、6ですね。なんつった？私今8って言ってたね。2個も飛ばしちゃった。めちゃめちゃ追い越してたね。うん、ナチュラルに2個も飛ばしちゃったから。めちゃめちゃ追い越していくじゃんね。A、 6ですね。あとはね、本当経験者の方も見てたら、これこうした方がいいんじゃないのとかも。いや、もう全然言ってくださいよ。もうなんかバンバン、もうチャットとか
入ってきたり、コメントでもいいですね。えとまだしばらく擦るつもりなんでね、シティボーイル。いやもう全然、もう6出るまで擦り倒しますよ。6出てからも6でまた擦っていくから。あ、まあそう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 。まあ多分ね、コンテンツ、まあ地球防衛軍だけじゃないし、地球防衛軍に今めっちゃ肩入れはしてるけど、はい、まあそれだけではないけど、しばらくちょっと自分らのメインにはなっていっちゃうんじゃないかなって思ってるから。そうですね。あの何が珍しいってね、あの配信って基本そば単体で、もしくはそばのフレンドとかと単体、まあ配信をするのはそばの役目だったのよ。まあ半そばチャンネルにおいてはそうですね。そう、ベイちゃんが混ざってきてるのは貴重だよ。ああ、まあ確かに地球防衛軍においてはね、うん、私も全然参加してますんで。ねえ、そうそうそう、はい、あの私のね存在がちょっと皆さんに露呈したゲームでもありますんでね、この作品は、うん、僕のこと知らない人もいましたからね、本当に。いや、いるかな。いましたよ。そう、そばはね、でもやっぱベイちゃんがいなきゃね、多分やってなかったからね、こういう活動は。ああ、まあそうね。うん、一人じゃまあやろうとはもう思わなかったし。まあそこはね、別の雑談動画上がってるんでね、詳しくはそこをまた、うん、そちらも見ていただければね。そうね、そうね。まあ、ラジオ感覚で。はい。ただ聞いてるだけでいいから。なんなら 1.5 倍速とかね。あ、そうそうそう。多分、ちょっと喋るのとろいからちょうどいいかもしれない。ちょうどいいね。2倍速ぐらいでちょうどいいかもしれない。うん。うん、そうそうそう。ぜひ見てあげてよ。見てくれみんな。見てくれよ。配信だけじゃもう私の存在なんてね、表に出ないんでね。でも本当ね、初期とか、まあ、今もあんまりそうなんだけどさ、はい、配信くらいのねものを基本的に支えてるのってベイちゃんだから、ね、まあ、SNS 活動以外は。そうですね、うん、はい、なんか人見知りだって言い張って何もやらないから。いやいや、そんなことないですよ。俺も人見知りなりにね、そう、最近すごい頑張ってるからね。あの、なんだろう、コメントとか来たらちゃんと返すようになりましたよ。うん、ドキドキしながら。そうね、まあいいゲームだよ、はい、地球防衛軍は。ぜひぜひ皆さんね、この動画見た後にあの投稿でも地球防衛軍上げてますんでね、ちょっともね、いくつかあるから、はい、そのベイちゃんと一個だけ弊害があるの、このゲームの。なんでしょう。あのベイちゃんがすげえ叫ぶのよ、このゲーム。え、やられた時に。はい。そばってね、割と反応薄い子だったの。死んでも、ああ死にそう、ああ死にましたぐらいの勢いだったの。ああ、そうだっけ。そう、最近叫ぶのよ、私。そこ邪魔だな。あ、すいません。はい。そう、叫ぶようになってしまってね。もうちょっとね、も逆にもうちょっとでかい反応だったら逆に良かったんだけど、中途半端に叫ぶってね。ああ。そうね、あのあんまりね、ホラゲーの実況とか見てない人はね、ちょっと俺がどんだけのボリュームで叫んでるのか分かんないかもしれないけど、うん、まあ、耳が痛くなりますね、ヘッドホンとかしてると多分。よく言われるんですよ、あのフレンド同士でね、ボイチャで喋ってて。うるせえなって。それは結構私昔から言われるんですよね。それがもう映ってしまってね、ダメね。ダメなんです。
あ、いいことかもしれないけど、半端ね。あ、まあ中途半端にちょっと映っちゃったのはちょっと申し訳なかったな。いやでも、本当気が向いたらよ、気が向いたら、月添い軍もさ、配信長いけど、再生リストあるからさ、ちょっとそばのその叫びの変化を見ていってよ。ああ、そうね。ほんとそうね。アーカイブ残ってますんでね、皆さん。ぜひぜひ。で、皆さんが望むのであれば、そばの変化の切り抜きっていうのも作ってもいいかな。いやー、めんどくさいと思うよ。相当大変ですけど、まあでもそれは皆さんが望むならばですよ。ないと思う。それをさすがにそこをさすがにないと思う。コメントで書くなよお前ら。作んなきゃいけなくなるからな。書かねえよ誰も。じゃあチャンネルのコメントのなさ知ってるだろ。そうなんだよな。あのチャットは意外とみんな残してくれるけどさ。そうなんですよ。まあまあそれはまたね別の話だから、はい、地球防衛軍トークではなくなっちゃうから。そうだね。うん。まあそんなことちょっと気が向いたらね見てください。ぜひぜひ。いや見てってくださいよ。まあ、こういう終わりました的なね動画撮ってるけど多分普通にやってきてる。ただハードモードでねストーリークリアできたよっていう区切りなだけだから。そうそうそう、あのただの報告です。ね。うん。ぜひ見てってくださいな。はい。じゃあそんなこんなで閉じますか。そうですね、終わりにしますか。まあ多分ほんと脱線しかしなくなっちゃうから。そうなんですよ、こちらの悪い癖で。はい。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。バイバーイ。